この戦、分が悪いですぞ。お聞き入れを。思うところあり。 断りよ。直ちに騎乗するのだ。承知いたした。 勝てるは誉れよ。
兆しがあるとのことだ。前置きはいらぬ、申せ。 戦に果てるは誉れよ。 腹立たしいにも程がある。飲み込めませぬな。 いかにすべきか。思案のしどころです。ちょっと軽く見てごらん。 少しよろしいですかね。なんということか。
き延びるため従おう。お聞き入れくだされ。わかり申しました。かたじけのうござる。勘にならぬわ。よし。Thank you.
正気見えたり。 お聞きいただきたし。 飲み込めませぬな。 入れられぬ話よな。 乱れておる。 ふざけておるのか。 申し訳ござらん。 申します。恥を知りなさい。お聞きください。苦しき戦局を覆さねば。 やむなし、従いまする。申し訳ござらん。 心得申す。
ことか。特進できぬぞ。相手が悪かったと思え。どうあっても許さぬ。理が足りませんな。それで構わんじゃろう。うん、話はついたな。全く話にならんの。よっしゃ、城攻めじゃ。話になりません。さぞ陣を整えよ。皆の者、城攻めじゃ。
まさか。どうじゃわしの戦は驚いたか。守りを固めるぞ。さあ話すがよいわ。納得には程遠い。堪忍なりません。承りました。それは許されんぞ。特進できぬぞ。今は従うしかあるまい。心得ました。うん、話はついたな。はっ。
いかなる手を打つか。腕勝るは我が軍よ。重複しかねる。城攻めを始めます。なんと皆の者、静まらぬか。旗色が悪いか。これは何としたことか。かかれ、武を示せ。これは一体何が。
なんたる無念さよ。よろしく願いいたし。これは見逃せぬぞ。策の仕掛けどころぞ。ありがたき幸せ。お聞き入れくだされ。
聞いていただけますかな。わかり申しました。